いつもと同じなんだけど、多分家の明るさで支配されちゃってる。前髪消えちゃってる。で、前髪消えました。いや、あるんだけど、反射して前髪が少なく見える。おつおつです。お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。ね、でも今日さ、リップしか塗ってないんだけど肌白く見えるよね。あ、それも家の明かりです。電気のおかげですね。ね、部屋を変えただけでこんなに明るくなります。場所を変えただけで。お仕事、お仕事、お仕事、社員として会社に貢献していましたって。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。皆さん適当に仕事してたんですか？劇場に行ってリカちゃんの衣装見てきたって。あ、いいですね。今衣装何飾られてるっけ？前の時はリカさんの前最後に見たの何衣装だ？ワルキー衣装？いや違う？なんだ？単独コンサート？今何飾られてますか？最後に見たの思い出せない。あ、今クラクラのナースなんですか？まだ見に行けてないですね。ね、最近は劇場前行けてないので。へえ、クラクラさんのナースなんですね。全然知らなかった。ね、最後に見たのも分かんない。何かでもね、私そこの前に行って衣装が変わってたら写真撮ってるんですよ、ちゃんとね。あ、今回この衣装なんだって。ソロコン、私なんだ、私もね、ソロコンの赤い衣装の方。私黒い衣装なら、これソロコンだよね。ね、を6月に撮ってるね。6月8日その後あれ撮れてないかも。あ、撮ってた。ワルキー衣装だ。6月17日に。その後がまだ見に行けてないっていうことか。あっちゃん、ソロコンの赤い衣装いいね。ちょっと見たかったな。あ、今日なんか新潟市さ、意外と涼しかったですよ。お買い物のちょっとママちゃんになんかご飯の買い物行こうって誘われたから買いに行ってきたんですけど、涼しかった今日。なんかいつもよりね、涼しすぎたね。ジメジメしてなかった。本当に風も強いしね。今日はいい感じの天気。ブザービーター、ありがとう。生誕祭当選したの、おめでとう。マナさんのいいね。マナちゃんにハルちゃんのこと伝えるよって。何かな、ね、
こんばんは、可愛く拝見ありがとう。あ、大声さんの生誕祭も当選したんですか。あれすごい、皆さん生誕祭行くんですね。こんばんは。涼しかったよね今日。今は網戸にしてるんだけどさ、めちゃめちゃあのいい感じ、なんかエアコンつけなくてもめっちゃ過ごししやすい天気。はるちゃんこんばんはって、ありがとうございます。こんばんは。もう夜ご飯食べたんですよ今日。唐揚げ食べたよ、美味しかったです。あれ、カラッとした暑さだった。あ、カラッとした。あ、でも日向は暑かったですよね、ちょっと。でもなんかいつもよりなんか我慢できる暑さみたいな、なんて言うんだろう、いい感じの天気だった。でもはるちゃんアイスをね、またね、あの4つ買ってもらったんですよ。4つ買ってもらって、あのジュースもたくさん買ってもらって、すごいいい感じ。しかもスイカバー売っててさ、私スイカバー食べたことないんですけど、なんか初めて買っちゃいました。あ、買っちゃいましたというか買ってもらいましたが正しいか、美味しいんですかスイカバーって。いや、食べたことあるのかな、全然覚えてないんだよね。こんばんちゅんです。今日のはるちゅんも綺麗でありがとう、可愛く発見ありがとう。マッシーさん髪の毛切ってたんですか、めっちゃ可愛かった。メッカワですか、私今日まだ見れてないんですよ、明日になりそうだ。湘北高校は今年引退杯優勝しそうですかって湘北高校ですかね、全国制覇しちゃうんじゃないですか唐揚げね、唐揚げ美味しかった、ね、たくさんストックしとこってね。最近はあのモーのバニラ味がめっちゃ好きです。モーのあのモーって言いたくなる。こんばんは、今の晩ご飯は天ぷ、あ、今のじゃなかった、家のだった天ぷらでしたの、いいね天ぷら美味しそう。あ、7月29日のオフライン申し込んでやった、ありがとうございます、ね、東京の部ですよ ね。あの今回のあの受付で最後なので7月29日はぜひ迷ってる方遊びに来てください。スイカバー食べたことないだと思って、ね、スイカバーねないですね。スイカバー美味しいんですね。ガリガリ君のパイナップル味美味しいんですか、あったっけ今日、私が見つけられてないだけかな。ちょっと買いたいな、それ見つけたら買ってみます。スイカバーって皮の部分美味しいの、皮の部分って何味それ、ね、メロンバーもあるの、もうめっちゃ声聞こえる、ねねね、めっちゃ声聞こえる。メロンバーって何、メロンの味。こんばんは、ね、スイカバー美味しい、おいしいよスイカバーってね、もうおいしいよね、うん、ね、スーパーカップのバニラ、あ、そうが好きなの、ね、え、みんなバニラアイスといえば何ですか、
私最近はモーが一番ハマってる。可愛い子発見ありがとう。あ、まだ食べてないの？食べなきゃね、食べなきゃお腹空いちゃう。板チョコアイスばっかり食べてんの？え、でもさ、板チョコアイスってさ、もうあれですよね、なんだっけ、もうすぐ少なくなりますよね、生産量というか、なんていうの、作られる量、何、なんか冬じゃないですか、多いの、ね、スイカバーって種が美味しいの？種なんてあるんですね。食べたことないのってあおりましたが、僕は10年以上スイカバー食べてませんって。あれ、そうなの、ね、ちょっとスイカバーってどんな味なんだろうってウキウキしながら食べたいと思います。今日スイカバーの兄弟的なメロンバー、ね、私メロンあんまり食べたことないんですよ、あの苦手意識があって。そんな私でもメロンバー食べれる？いや、普通にね、メロンの果物は、まあ、食べれるっちゃ食べれるんですけど、なんか飴のメロンが苦手で、それを舐めた時になんか苦手意識を持ってしまって。あ、メロンソーダはめっちゃ好きです。メロンソーダは好き。ハーゲンダッツ、あ、アイス？ハーゲンダッツ好きなの。確かに私も好き。なんかご褒美として買ってます私は。ガリガリ君当たったの？え、当たりとかまだあるんですね。私最近外れてばっかりだったから当たりの存在忘れてたよ。ガリガリコ、こんばんは。レディーボーデン、ボーデンのバニラ、最近なんだそれ、調べよう。え、みんなそう好きなの？ボーデンね、そう、ビバオール、これか、なんか高そうなやつね。いや、高いやつかね。これ食べてみたいなって思ったけど、まだ買ったことない。ブザービートありがとう。スーパーカップも好き。ホームランバー、あ、美味しいですよね。モーかバニラモナカジャンボって、やっぱりモー好きだよね。一緒だ、はるちゃんと、ね、去年バナナ、え、チョコバナナアイス、チョコバナナアイス、なんだそれ。ボディービル大会への掛け声で腹筋板チョコモナカというものがありますって。なんだなんだそれ。可愛く発見ありがとう。なんかすごい、すごいなんか通知来た、びっくりした。可愛く発見ありがとう。こんばんは。セブンっていうコンビニで39円アイスが美味しくて、あ、安くてよく買ってましたって。はぁ、なんだ、ね、すごいね、39円アイスって。サンキュー。最近ピノしか食べてないの。ピノ美味しいもんね。ピノ
昔は高級アイスといえばレディーボーテンボーデンだったのよってね。私今でもねそのアイス見かけるとあの高いなって思いながら素通りしちゃう買ったことないよはるちゃんそれ。こんばんは、かわいく発見ありがとう、ブザンビットありがとう、やほやほ。アイスではないけど冷やしパイン食べたいって。あ、わかる、冷やしパイン美味しいよね。私さ普通に今日ねパイナップル買ってもらおうかなって思ったんだけど、なんか大きいねあのパイナップルしかなくてさ、だから買えなかった。なんか1000円ぐらいするパイナップルしか売ってなかったアイスならパルムか、あ、パルムのいちご、パルムのいちご美味しいよね。でも普通にパルム好きです私もね。可愛く発見ありがとう、ね、Jリーグバー食べてシール集めてたの。はるかちゃんはピノ1個ちょうだいって言われたらちょっと悩むって。いや、はるかちゃんはですねなんか人によりますね、人を選ぶ。なんかいつも私に結構くれる人だったらあげる、でもあのようわからん人はあげれないよね。あの姉ちゃんがね、あの姉ちゃんがなんか姉ちゃんがねあの食べたいアイスとかお菓子とかをこうねみんなに分け与えてくれるんですね。で姉妹でよくこう3人で分け合いっことかしてるんですね。なんかスプーンでいあの1回1回一口ずつねチーズケーキとかなんかアイスとかねいろんなのをね一口ずつ分けてねこうやって口に入れてくれるんですよ。でねなんか前ねピノ1個あピノね3個くれたんですよ。あの半分で分けようって言われて33でおお33でくれた時があって、だから姉ちゃんだったらピノはあげます全然何個でも。でもわかんないわかんない、自分よりさ自分よりお金持ってる方だったらあげれないよね。だって私なけなしのお金で買ってたらさピノあげれないかもねね、人によりますねそれはね、私よりお金持ってたら自分で買ってこいっていうか請求しちゃうかもしれないね、家族に言われたらね。やっぱり私はもらう側ですね。パルムの桃美味しいって、あ、雪見大福1個ちょうだいってね、雪見大福か1個ちょうだいか、私あげれるかも。なんか姉ちゃんが雪見大福も1個くれたことあってそれを何回もしてくれるんですね。なんか雪見大福1個食べるから1個食べていいよってそれをね何回もしてくれるから、私もねそういう優しい女の子になりたくて、だから雪見大福もあげれちゃうかもしれない。こんばんは、今日劇場でシアターくじ引いたらはるちゃんのバッジ当たったって、あ、嬉しい、ありがとうございます。バッジってウェディングかな。こんばんは、あ、ピノ1個ちょうだい、ダメかなって、あ、ピノはあげれる1個。こんばんはです
そう、あ、ピノ1個を3人で分けたこともありますね。なんか2個ずつ食べようかって。でもそれをしてくれるのは、全部アネチュンが買ってくれるんですよ。優しいんですよ、私のお姉ちゃんは。その代わりに私がブクブク大きくなります。 ね、特別配信で楽しみですね。ね、1個でももらえる関係になりたいってね、あげますよ。私はピノ6個ちょうだいは無理だ。私も食べさせて、2個ぐらい、2個ぐらい食べたい。お金持っててもパピコならもちろん1つあげて仲良く食べるようになって。ね、パピコね、私パピコは1人で食べるよりみんなで食べたいなって思ってて、みんなっていうかね、だから私パピコだったらあげれますね。でもなんかいらないって言われることが多くて、私あげる時 なんか「いいよいいよ」って、なんか私なんか分かんないけど断られちゃうんですね、姉ちゃんとかにあげても。姉ちゃんにしかあげるって言ったことないんだけど、で姉ちゃんに、そう、私もさ姉ちゃんにさ、上の蓋だけちょうだいって言われる。上の蓋だけでいいよって言われるんですよ。なんか私もらってばっかりだなって思うんですけど、でも誕生日プレゼントをあげたことあんまりないんだよね。いや、あるんだよ、あるんだけど、なんかそんなちゃんとした誕生日プレゼントをあげたことないんですよ。昔は文房具をなんかあげてたね 鉛筆とか。可愛くない？誕生日プレゼント。あ、給食でね、雪見大福出てたね。雪見大福出たことあります？え、アイスもあります。アイスもある、アイスとか、あと何だろう、なんかね、珍しい、珍しいのないかな、なんか難しいね。姉ちゃんかっけえね。でも大体はるちゃんに餌付けしてくれるのは2番目のお姉ちゃんなんですよ。一番上のお姉ちゃんはご飯じゃなくて物をくれるお姉ちゃんなんですね。ね、私が欲しいって言ったものをもうなんか大体買ってくれちゃうお姉ちゃんで、2番目のお姉ちゃんは食べ物をくれるお姉ちゃんなんですよ。ね、私がね、これ食べたい気分だなって思ってたら、それがね家にあって、あ、あげるよって言ってくれるお姉ちゃんなんですよ。だから私ね、全然お金なくても生きていけちゃう人間で 私養ってもらってます。で、養ってもらってる、もう。だから私は人生何があったって姉ちゃんがいれば生きていけちゃう。あ、シルバニア買ってくれたの1番目の姉ちゃんです。そうそうそう。で、チーズケーキとかアイスとかをみんなで分け合いっこしてくれるお姉ちゃんが2番目のお姉ちゃんなんですよ。ね、昨日もチーズケーキ、あれチーズケーキをみんなで食べたんです、3人で。ね、パパチュンとママチュンは寝てたんだけど
めっちゃめっちゃ仲良し。そうだからはるちゃんもなんか担当をね欲しいんですよ。そうなんかいい担当ないですか。なんか物担当と食べ物担当いるじゃん。はるって何だと思う。あ、汚す汚す担当って言われちゃったよ、ね、家を汚す担当だってなんか悲しいね。あ、パパちゃんマック担当って違うんだよ。パパちゃんってマック担当だと思うじゃん。でも私がマック食べたいって言った時にしか買いに行かないんですよ。なんかね、他のねお姉ちゃんがマック食べたいって言ったら自分で買ってこいって言うんだけど、私があの配信でマック食べたいって言ったら買いに行ってくれちゃう方なんですよ、ね、だからね、あのね、なんか私はもう南川家のなんだお嬢様みたいな、なんかもう何しなくてもいいみたいな、なんて言うんだろう、わーみたいな感じ。あ、給食で出るアイス、アップルシャーベットも出てた。東京のおしゃべり会に初はるちゃんこっそり挑戦しますって、楽しみに待ってますね。それはね、末っ子ね、でも私弟か妹が欲しかったね。私もなんか甘えてばっかりだと何もねできないなって思ったので、私も妹か弟が欲しくて、それで何なんか世話してみたいね、思わない？ね、そう、しかもさ、お姉ちゃん2人だからさ、最近喧嘩しないんですよ。え、してないよね。ね、なんか昔はさ、もうちょっとのことで喧嘩してたんだけど、なんかもうね大人になったのかわかんないけど、本当にもう何年以上も喧嘩してなくてさ、ね、なんかすごい優しい姉に恵まれてますね、はるちゃんは。喧嘩勃発ですか。あ、よく寝てよく食べる担当ですね、はるちゃん。確かに。こんばんは、ね、甘える担当。そうね、ちゃんとね恩返ししたいんですけど、なんかさ、いい恩返し方法がないんですか。ない、私じゃ思いつかないね。お姉ちゃん欲しかったの。お姉ちゃんか。私逆にお兄ちゃんが欲しかったかも。なんかね、経験したことないから。スモちゃんあたり妹にして、あ、養えば。え、スモちゃん、スモちゃんは妹じゃない、あの子は。なんか逆になんかお姉ちゃんに見える。なんか私の2番目のお姉ちゃんに似てる。なんか一緒にいるだけで落ち着くんですよ。なんかお姉ちゃんに見える。それか親戚のお姉ちゃん的な。
でもたまに妹になる部分もあるね。可愛く発見ありがとうね。なんで喧嘩したのかですか。優しいお姉ちゃんたちと過去なんでだっけ。なんか本当にくだらない喧嘩しかしたことない気がする。え、何で喧嘩したっけ覚えてる。物の取り合い。あとさ、なんかあれだよね、お金がなくなった、お前ら取っただろうってお前らお金取っただろうってとか、なんかなんか結局さ、お金どうだったのか分かんないけどさ、違うところにしまってあったんだ。ああ、そうだ、あ、違うところにしまってあったんだね。違うところにしまってあったのに、なんか犯人扱いされちゃったっていうね。いや、テレビのチャンネルで喧嘩することはあんまりないね。テレビね3台あるから、あの部屋を移動すれば、あのみんな確実に見れちゃうっていう。でもリビングのテレビ占領する人がいて、それがねパパチュンって言うんですけど、よくね野球とかついてるんですよ。で、私たちは音楽番組が見たいんだってね騒いだりして、よくあのそこであのリビングのテレビだけあの喧嘩してた。あのパパチュン VS 子供たちみたいなそれにあのママチュンも参戦してくれて、いや野球見んなよみたいな野球はここで見んなよって言ってくれたりしたそう、そう、多数決で決めさせてもらってたね。多数決でね、これ見たい人で「はーい」ってみんなさ協力して「はーい」みたいなさ言ってさ、パパ野球見させてもらえないって言うんだでもあのパパちゃんがあの野球とか見る時間、私ねあのドラえもんとかが見たいんですよ。ドラえもんとクレヨンしんちゃんが見たくて、あの CS で毎日のようにあのやってたから、7時ぐらいから、だからあのリモコン勝手に取って、あのドラえもんにドラえもんとクレヨンしんちゃんに変えて、あのパパチュンに、あのパパチュンが野球見てたのを邪魔してた時もありましたね。はるちゅんはでも優しいから怒らない全然花ちゃんみたいな妹ですかね。え、花ちゃんみたいな妹ね。え、妹、ああ、でも花ちゃんみたいなお姉ちゃんがいるからさね、え、妹みたいな感じでは言えないね。姉ちゅん1が花江ちゃんみたいなちょっと天然が入ってるからさ、私花江のことさ妹には見れないんですよ。本当にお姉ちゃんみたいな存在。え、推しのお兄ちゃんになる時が来たかって、あ、お兄ちゃん枠狙ってくれてるんですか。こんばんは、テイありがとう。はるちゃん親子喧嘩はあのしょっちゅうあります。親子喧嘩と言ってもはるちゃん VS あのパパちゃんなんですよ。あのただあの喧嘩というより、あの何なんか私がちょっとあの変なこと、あ、違うな、違う、私なんだろう、なんで喧嘩っていうんだろう、そんなあのこういう喧嘩じゃなくて、
私が一方的に違うな、なんだろう、なんて言うんだろう、あれはなんかパパちゃんが私のことをバカにしてくるんですよ、いじってくるんですよ。それに私がムカついちゃって、ずっとね、パパちゃんのことをいじるんですよ。そしたらもう言い合いになるんですよ、いじりいじりで。そんな喧嘩ではないね、いじり合いならありますね。ね、大型同士だからさ揉めちゃうんですよ、どうしても。ね、似てるから性格がパパちゃんに一番。ね、いじり合いをしてます。ね、喧嘩は全然したことないかも、親子喧嘩とか。ね、小学校の頃、小学生の頃、少女漫画チャオみたいなのシェアしてたって。あ、でもね、姉ちゃんとかチャオとかね、なんかリボンとかね買ってたんですけど、私一度も読んだことない。私そういう系家にあったけど読んだことないんですよね。でもアニメとかは見てた、そういう少女漫画系の。だから知ってるっちゃ知ってるんだけど、漫画は姉ちゃん2人でシェアしてた。はるちゃんはちょっとよく分かってなかった漫画。あ、そう、ドラえもんみんな一緒に見てくれるんですよ。じゃあ私がドラえもんつけたらさ、なんか最初はなんでドラえもん見るんだよとかさ言うんだけど、なんかちょっとしたらねシーンってなってるんですよ。でちょっと私がちょっと周りをチラって見たら、姉ちゃんもパパちゃんもずっとみんなでドラえもん見てくれてるんですよ。だから優しいんですよ、みんな、みんな優しい。ね、私がドラえもんつけるだけでみんなで見てくれる。で、あ、ちびまる子ちゃんとサザエさん見てた。たまに今でも見ますね。こんばんは。あいちゃんにはリリノちゃんみたいな感じ。え、どう？どうだと思う？あれちゃんって誰に似てると思う？え、2番目リリノ？え、リリノ？え、誰もいない？誰もいない、だって。え、アネチュン1ってユーハじゃね？ユーハにも似てるよね。え、前ほんとユーハだわね。花井かユーハ、アネチュン1が、ね、アネチュンにはメンバーではいない気がする、ね、いや、性格です、性格全然メンバーでいない、ね、見た目はもう全然誰も似てないよ。見た目さっきいないですね。私も似てないもん、姉ちゃんに。仲良しです、みんな。あ、大型、あ、そう、大型なんですかね。大型多くないですか、じゃあ。すごい。予期せ入ってきたらハルチュンの妹オーディションを開催しましょうって。あ、わかりました、するわ絶対。これは未来の南川遥かになってほしいという気持ちを込めて、南川遥か妹オーディションを開催しますね。これは勝手に開催しちゃう、勝手に審査しとくわ。
などね、いや勝手に借りることはないですよ。あの来てからちゃんとあの連絡します。今日服借りるねってあのそうちゃんとあの言います。私は今日服借りるね、今日あのカバン借りるねとかちゃんと私はあの来てからあの言います。ちゃんとね、あの着る前にはあんまり言わない。ムザミタ、ありがとう。はるちゃん、しまじろう派かなって。あ、しまじろう、あれ学校行く前見てましたね。なんか7時半ぐらいからやってたじゃん。いや何時かな、ね、いや仮パクしたことないよ。ちゃんと返してます。ちゃんと返してるよ。洗濯して、いや私洗濯は私してないんだけどね。うんうん、ね、素敵な家族ですね。あ、一期生さんと二期生さんに例えるとですか。え、いる姉ちゃんにいやガチで本当に思いつかない。え、誰、どなたですかね。本当に思いつかないです。なんか人とは違うかもしれない。唯一無二かもしれないですね。本当にいない。はやちゃん、パパちゃんとママちゃんどっちに似てるのだって。あ、パパです。性格はパパで、あの見た目はママで。いやでもね、全部がパパに似てるってわけじゃないよ。性格、あのママちゃんにもちょっと似てる部分あると思うんだよ。あ、怒られちゃうない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 ってめっちゃ否定されたね。4期生逃げてって言われちゃった。逃げなくていいのよ、それは借りましたに等しいですよね。そう、事後報告というか、でもちゃんと遊びに行く前にあの言うから大丈夫。あのちゃんとね、あの家にいたらちゃんと来てからね、今日この服借りていいって聞くんですよ。でたまにダメって言われるものがあるんですよ。だからその時はちゃんと畳んでからあの違う服をだ、あの違う服も着て、え、ね、この服はどうって言うんですよ。で OK もらってからあの家出ます。ちゃんと聞くんだよ。ダメって言われたらちゃんと服を変えるんですよとりあえず着て自分に似合うかなどうかなっていうのを確認するんですよ。サイズ合うんですよ。サイズね、あのパパチュン以外全員私は着れちゃうんですよ。ね、パパチュン以外全員着れちゃう。いやパパチュンの服も借りてる時あるんですけど、ね、たまになんか着れる時あるんですけど、私はあの身長が本当に真ん中にいるので、あの姉ちゃん、ママちゃん、はるちゃん、姉ちゃんのという順番なんですよ。だから私真ん中にいるから本当に誰の服でも着れちゃうの。でもたまにあの何、本当になんて言うんだろう、こうスキニーとかは履けない時ありますけど、うん、履けない時あるけど
の全員の服着れちゃう。ああ、ガタッピと予想しましたって。ガタッピ、あ、ガタッピって呼んでるんですか。はあ、西形さん、はあ、いや、わかんないな、難しい。アネチュン例えるの、2番目のアネチュン誰だろう。こんばんは、ママチュンミポリンになんだよねって。昔ね、昔、今は分からん。こんばんは、ね、あ、順番違かった。でもね、ちゃんとね、あ、でも最近は偉いから、あの、自分の服を着ようと頑張ってるんですよ。でも服の、あの、コーデ、あの、どういう服を着ればいいかわからないじゃないですか。だから、あの、大きい独り言を言うようにしてるんですよね。あ、今日は何の服着ようかなとか、ね、今日何着ればいいんだろうとかを、あの、そこにいる人たちに聞くんですよ。あの、ちゃんと私の近くにいる人とかに、とか、あの、本当に部屋に誰もいなかったら、あ、私が、あの、私が決めてる時に部屋にいなかったら、ちゃんと、あの、連絡しますから、ね、今日何の服着ればいいってね、今日今日、今日は何の服ってで、ね、何の服がいいと思うってちゃんとね、連絡するんですよ。はるちゃん偉いから。え、なんかさ、なんか、アネチュン1から連絡来たんだけどさ、あの、アネチュンにはリカさんに似てるって。似てるか。似てる、似てる、似てる、あ、納得した。リカさんだって。私のアネチュンにはリカさんに似てるらしい。ね、え、性格じゃない、詳しくね、性格だって。性格が似てるらしい、リカさんに、ね、やばい。だからか、私めっちゃ、あの、アネチュン2のこと好きなのは。顔はね、全然似てないですよ。うん、推し返金して絶対メールですかって、ちょっとアネチュン2に聞いてみようかな。ね、はるちゃん服を畳めるんだ、偉いねって。待って、この服畳めますよ。でもたまになんか畳み方を間違えてしまって変になって、あの、怒られる時はありますね。ね、畳めないなら出さないでよって怒られる。ね、お姉様が結婚して、式の、これ何、欲求ですか。あ、ごめん、美容室の予約してるからちょっと黙ってって言われちゃった。あ、余興って書いてある、かっこ余興って。で、はるかさんに歌ってほしいと言われたら何歌いますかって。お姉様でしょ。なんだろう、え、なんだ、何歌う、ね、結婚式でなんか歌ってって言われたら何歌う。
Can you slam radio? 違う。ちゃんとあのアメチュンからリクエスト来てた。浜崎あゆみを歌ってほしいって。ちゃんとアメチュンね。ああミュートタイムになってた。ヤッホーね、あれちゃんいち配信見てますよ。ああ美味しかった。はるかちゃんなんか面倒見てあげたくなるタイプなのかもなって。え、そうなんの？ママチュン面倒見てあげたくなるタイプ？甘やかしたくなる？なんかあの姉妹の中で一番誰が甘やかしたい？一番誰が可愛い？え、一番性格がいいのは誰？ね、一番さかあの本当にあの、まあ、女神様みたいな子は誰じゃ？あ、じゃあ一番本当に優しくて可愛くて綺麗で本当にあの素晴らしいあの娘あたる。3人とも可愛い。いや3人とも可愛いよって言われちゃった。ねえはるか、ねえはるかって言ってもらいたかったのに。ダメだった。あ、違う、お食事中じゃなかったよ。あのね、なんかちょっとミュートにしないといけないことがあって、でミュートにしてるついでに食事しただけ。うわ最悪。パパチュンが、パパチュンダメだな。パパチュン配信見てるみたい。なんかアネチュン一だ、アネチュン一だって言ってる。うわーもうダメだな。もうパパチュン嫌だわ。もう分かってないねパパチュンは。そうなんだよパパチュン、そうだよパパチュン、アネチュン一が一番好きなんですよね。あの自分に一番似てるから。多分ね。こんばんは。やばい、あれあれちゃん1がへってへって送ってきた。日頃の行いって言われたんだけど、もういや、もうやだ、爽やか系だってあれちゃん。爽やか系だって、もうやだ、もうこちゃで話せ。天然ボケ。ね
明日誕生日なんですか、覚えときますね。ね、はるちゃん名前出ない、ね、あいちゃんにもかわいそうって。でもあれちゃんにもあの好かれてますよ絶対。はるちゃんとパパちゃんは永遠のあのライバルなんですよ、言い合っちゃうから。ね、レモンティー冷やしたら超うまい、美味しい。お父様は爽やか系ワイルド系のイケメンですか。あ、これか、これの話、これの話ね。爽やか系ってさ、そういうことね、爽やか系ってさ、そういうこと。これさ、お父様の話、爽やか系かワイルド系のイケ、うわ、爽やか系、うん、ワイルド系だよ絶対、爽やか系なわけない。これかいきなり何爽やか系って送ってくんのって思ったけどさ、ね、そういうことね。ね、先にコメント読んでたパパちゃん、ね、そんなことある。なんかショールーム向いてるかもしれないパパちゃん、ね、面白い。はるちゃんパパちゃんに酒継いだことないです。だってパパちゃんお酒飲めないもん。ママちゃんにはあるよ、ね、ママちゃんにはあのこうやって継いでおとととと、とってやったことあります。はるちゃんね、ちゃんとあの継いだことあるんですよ。へえ。でもパパちゃんにはコーラ継いであげたことあります。ね、そういえばね、またねあの餌付けされたんですけどさ、なんか初めて見たグミをねもらったんですよ。これ見てください、カメカメサワーズ、どこに書いてんの？ノーベルって。あ、本当だ。え、なんで知ってんの？仕事。ね、あ、カメ仙人。あ、このカメカメじゃないですよ。ね、ライアン、ライアン。ね、ライアン懐かしいね。二日。ジャイアンじゃないよ。ライアンで。何ライアンって。あのカメ背負ってるさ、シルバニア。ね、そうあの姉ちゃんにもらいました。ワールドグミ研究部なんでね、はるちゃんは。こんばんはるちゃんって、ありがとう、こんばんはです。ライアンって、ライアンはね今、あ、今ねあのしまってあるカバンに。え、じゃあどこに飾ろうかなって今考えてるのよ。でも物をちょっとあの減らさないといけないから、はるちゃんあの人形を置きすぎてしまいまして、だから一旦なんか部屋の模様替えをしようかなって思ってて、何へーって、そう部屋の掃除をしようと思ってるんですよ私、偉いから。そうだよ、今日ね私起きたらね、いきなりねママちゃんにさ、部屋の掃除してあのしようって言われてさ、今日ずっとね部屋の掃除をねしてたんですよ。はるちゃんぬいぐるみたくさんありすぎて困っちゃってる。でもあの私は困ってないんですよ全然。私はぬいぐるみめっちゃ好きだから集めてるんですけど、ママちゃんにね、言われてる。でも全部飾ってます、はるちゃん。全部自分の部屋とかあとリビングとかに飾ってるんですよ。
コールラブさんのいおりさんが好きなんですね。スモと一緒ですね。長谷すももちゃんっていうね3期生の子もいおりさん好きなんですよ。勝手になんか言っちゃってる。まあいいか。多分スモ公表してるよね。ね、一日中かけて。そうですかね。なんかね掃除したり、あと買い物行ったりしてました今日は。だからもう私はヘトヘトなんだね。いや夢の国のキャラのぬいぐるみ全然持ってないです私。うん、はるちゃん最近はお猿のジョージとかカワウソとかね、あのマイメロとかが多いんですけどね、私本当に夢の国のキャラはあのプーさんが一番好きで、プーさんの人形はあの自分の部屋にあります。でも一つしか持ってない。でもプーさんの T シャツとか持ってるんですよ私。あスヌーピーもありますよ。スヌーピーはリビングじゃなくてあの自分の部屋に飾ってる。なんか渡された、なんか渡されちゃったママちゃんに。キティちゃん、キティちゃんの人形ね昔多かったんですけど、ママチュー持ってたんですけど、なんかいつの間にかいなくなってた。タコえ、これでおしゃべりかいね、じゃあいつかオンライン、あ、オフライン。タコだ。タコタコタコ祭り。リラクマのぬいぐるみ。リラクマ好きなんですか？ね。来た、来た子ですね。ね、来たタコ。ね、ちょっとタコをつけてしまったので。ね、いおりさん好きなんですか？はるちゃん最近ねあの長谷すももちゃんにねイコールラブさんの良さをたくさんねあの教えてもらっちゃったので、ちょっとなんかハマりかけちゃってるんですね今。でもねまだね全然ねわかんないの。タコつけてた方が可愛い。ね、イコラブさんはあのメンバーほとんどの子が好きですよ。なんかカラオケで歌ってた。ね、はるちゃんのお姉ちゃんも好きなんですよ。でもはるちゃんは全然ね知らないんですよ。だからちょっと。でも配信は見、あの見に行ってます。配信あの全然知らないんですけど、ずっとね昔から配信だけは見に行ってるんですよ。あのイコラブさんとかあのねあのノイミーさんとかニアジョイさんとかね。あノイミーさんのファン、ええでもメンバー
多分好きだと思います。でも誰が好きなのかは分かってないんだけど、ね、誰が好きなのか分かんないけどなんかカラオケでね、なんかそういうね歌ってる人いたよ。今日から始まる新潟が舞台のドラマに出るよって。今日から始まる新潟が舞台のドラマ、そうなんですか。あ、じゃああれなんですね、スモが喜ぶ感じですね。メンバーわからないけど曲は聴いてるって。あ、ね、曲は私知ってるんですよ。でも全然歌えないんですけど、歌えるほどじゃないんですけど、曲はあの姉ちゃんが聴いてたりしたのを聴いて、ちょっと耳には残ってます。ね、そもちゃんとおたかつしたいからね、はるちゃんは推しを作りたいんですよ。ね、姉ちゃんはどなたが好きなのかが分かんないです。佐々木舞香さん、あ、可愛いですよね。私も知ってます、知ってますね。そう、すもちゃんとおたかつをしたいんですよ。だからちょっとね、ノイミーさん富田七香さんが好きらしい、姉ちゃん。すごい、なんかみんなアイドル知ってるんだね、すっげー、ね、私より知ってそう。当たり前か。かわいい、ありがとう。タコかな、タコこういう口してるの。あ、スモがハイテンションになるの、なるほど。いいね。ね、ニアジョイさんもう可愛い子多いですよね。わかる。あ、タコタイム、あ、待って、タコタイム終了してほしくなかった、もしかして。すまん、勝手になんか取っちゃった。ね、みんな、私もああいう顔になりたいね。なんかさ、もうブー、なんかさ、本当にあれですよね、なんか同じ人とは思えないくらいの可愛さですよね。あ、タコ可愛いって、タコ好きなん、なんてこった、パンナコッタ、ね、みんななんか推しがいるのね。めっちゃ美人、タコさんに名前タコの名前ですか、
ね、タコの名前ありますね、あるちゃんと。タコっちとタコのすけだっけ、なんだっけ、違う待って、タコタコのすけ違う、タコタコタコチュンタコチュンじゃない、え、じゃあタコの名前なんだっけ、タコタコのすけ、おっくん、いや違う、タコっち、じゃあタコっちとタコのすけだ、タコっちとタコのすけ、おい本当に本当につけてたんですよ、そう昔ね、昔つけてたんですけど、ずっと名前呼んでなかったからね、忘れてたんだけど、タコっちタコのすけだ。でもう一匹がね、いやタコ太郎じゃないよ絶対、タコザブローじゃない、タコつけてると小顔効果あるねって。でも顔の大きさ変わんない気がするよ、なんだろうね、シュール、はるちゃんもともとお顔めっちゃ小さいよって、なんかありがとう、ママに似たのってママちゃんが言ってます。あ、あ落ちちゃった。南川県のお弁当はウインナー、タコさんウインナーじゃないです、あのチーズ入りウインナーです。あれが好きすぎてママチュンにお願いしてる、あれが食べたいんじゃって。でチーズ入りのウインナーが好きなんですよ、はるちゃん今日買ってきた、うん、美味しいよねチーズ入り、タコ祭りって、タコタコタコ祭りね。福耳って何、あ耳が小さいこと、これ小さいな、福耳って言わない、え、なんていうの、耳たぶが大きいと福耳って言うの、え、また、え、私福耳なの、福耳じゃない、私福耳って言われたことない、てか耳をあまり見せたことないかもしれない。シャウエッセン好きなの、ハチの耳かわいい形しておるって。ね、全然私あの貧乏耳って言われたことあります、なんか耳あの耳タブがなさすぎて貧乏耳って言われてます。明日8時何をやるんだいって、はるちゃんのリサイタルです、明日の8時、はるちゃんがあのソロでカラオケで歌います。耳たぶないねって言わないでよ、分かっておるよ。でもね、まあイヤリングつけれますね、ピアスもあのつけれると思います。じゃあピアス耳っていうの、ピアス多分つけやすい、私ここピアスバチバチに開けてみようかな、
いや、私痛いの嫌いなんでピアスはつけれないかも。イヤリングね、使いますね、気分によっては。でも、あの研究生にはあのアクセサリーはちょっと禁止なので、あのつけないんですけど、でもあの中学校高校の時はイヤリングあのつけてましたね。ピアスね、ピアス開けようとしてたんですけどさ、なんか安定するの1ヶ月じゃないですか。だから卒業したら開けようかなって思って高校卒業したんですけど、なんか開けてない。あ、そう、土管の、あ、土管を用意してもらうんですよ明日。そう、それで土管の上で歌うんですよ、はるちゃん。NGT の特別配信で。まあ冗談ですよ。まあ冗談ですけど。はるちゃん、ピアス絶対似合うって。え、ありがとう。嬉しいね。でもなんか私なんか、よくね高校の頃で言われてたんですけど、私ってなんかピアスなんか開けてそうなのに開けてないから、なんかギャップあるよねってよく高校の友達に言われてたね。開けてそうって言われてたんですよ。なんか他の高校の友達はなんか開けてたんですけど、友達ね、私だけ開けてなかったんですよ。だからなんかギャップがすごいって言われてた。なんかタコがもう正面向いてくれなくなっちゃった。あと5ヶ月で9歳。あ、あと5ヶ月で19歳か。あ、ここ1あった。誰の話かなって思ったら私か。19歳になります、あとちょっとで5ヶ月。ね、可愛く発見ありがとう。ね、唇にピアスですか？はるちゃん、じゃあ鼻にピアス？鼻にピアスとかどうですか？こう、ここら辺とか。え、なんで開けなかったのって。だって校則というものがあるじゃないですか。あの校則守ってた人間だから、ピアスダメって言われたらダメでしょ。はるちゃんは開けませんそんな。いや、これリアルガチで、いや、リアルガチで、なんてダメって言われたことなんでやんですか。ね、もうすぐ誕生日。校則破るためにあるの。ね、リアルガチで。あやちゃん1に両方ともピアス開いてますね。2番目は軟骨も開いてる。ね、軟骨も開けてるんですよ。でもあの高校卒業した時に開けてた記憶がある。でも、あ、でもね、インナーオッケーな高校ではなかったけど、でも私あの冬休み期間のあのちょっとしか開けて、あ、開けてじゃない、あのインナー入れてないから、ちゃんとね、あの学校行く時は黒染めしてたんですよ、はるちゃん偉いから。可愛く発見ありがとう。今日もお肌綺麗だねって。いやいやいや、ありがとう、ありがとう。なんかさ、めっちゃブーブーなってた。そうだって言われてた。何これ、そうだ、なんだこれは、もう分かんなくなっちゃった。そうだって、いつもそうだだね。あやちゃんからめっちゃなんか連絡来てた。配信あの
コメントあの LINE でしてくる姉ちゃん。ひげ伸ばして注意されてるやついた？髪色をね指定されてたんですけど、はるちゃんのもともと地毛が明るい人間だから、しょっちゅうね呼ばれてたんですよ。これは地毛ですかってね、あの、ではい地毛ですって言って、あのでも中学校の時に地毛証明してもらえたので、高校でもねその証明があったので、でも全然あのちょっとしか呼ばれてないかも、みんなより。ね、地毛証明って強いですよ。いや、スカートの長さがないです、してなかったね。膝下、膝下だよ、膝下、私膝上でしたね。めっちゃイコラブ好きメール届きましたって、スモから。いや、若いちゃんスタイルはやだな、やだな、なんか違いますね、私そんなことないです、ね、あ、でも太ももから30センチ。おお、はるちゃんギャル説ですか？なんでそんなこと言うの？私清楚なのに。ギャグ説。ギャグ説なら。地毛証明あっても学校にあったら黒染めさせるところもあるらしいんでって。なんで？そうなんですか？髪傷むやん絶対。はるかちゃんギャルだったのって。じゃギャル、これがギャルですか？ギャグですね、ギャグ。グでグ、グです、グ。あ、でもあの私よりスカート短い子がいて、本当にびっくりしちゃいます、私の高校。なんか私何、階段登ってるともう丸見えじゃないかっていう子がよくいました。私ギャルチューンじゃないです、全然ギャグです。もうね、やんちゃな画像ないです、だってやんちゃじゃないもん全然ね、やんちゃじゃないもん。自分の学校にも板垣大輔みたいなひげを生やした生徒いたの？めっちゃ長くない？え？知らないの？うわー、春よりバカじゃん。ねえ、板垣大輔知らないの？やばいよそれは、やばいよ。社会だよ春、だって小学校の時の社会はめっちゃ得意だもん。中学校からやらなくなっただけだもん、春ちゃんはね。お札でしたよね昔の。いくら？何札？板垣大輔は何をした人？あれだよ、でもさ、あそこに飾ってあるじゃん、あの国会議事堂だっけ、違うな、なんかさ、私博物館かなんかどっか行った時にさ、なんか板垣大輔さんいたんだよね。どこだ？
どっかにいた、なんだろう、なんだろう、で何した人なんだろう、自由、自由、え国会に、え国会にいなかった、国会、自由民権運動だ、違う、自由それは自由民権運動、それだっけ、なんか自由、自由なんとかかんとかみたいな、え国会議事堂にど、あの像あるよね、やっぱりすごくない、記憶力良くない、大久、あの大隈重信だっけと伊藤博文でしょ、わかんない、漢字読めない、合ってたかな、乾ひろしかなって誰だ、私あの意外と記憶力いいかもしれない、でもちょっと、あ自由だーの、あその方が乾さん、なるほど、なんか勉強になります、ねえはるちゃん明日何時に配信しよう、明日って何曜日、水曜日、すいすいすい、ねえすいすい水曜日、明日は、いやママちゃんおつまみは持ってきてない、あの氷持ってきました、氷入れてる、じゃあ明日夜できなそうじゃない、明日は夜できなそう、明日ラジオあった気が、明日ラジオなかった気が、え、あったあった、あるよね、夜はあるから、あ夜はあのいっぱいあるので、朝、朝か昼ね、ラジオありますよね、あれ、明日こ特別配信さんありますよね、待って今10時半なの、いつの間にか、10時過ぎてた、あ明日お昼もできそうです、はるちゃん朝か昼どうしよう、何時にしようね、あまうちゃんお酒の時間ですね、あのお酒とおつまみを持って、今日はメールあの大丈夫じゃない、いやあの時計は見ない主義なんですよ私、あの時計はあるんですけど、ちょっと最近なんか時計にちょっと時間を支配されるの嫌だなって思って、時計の目の前にあの化粧水と乳液をあのバーンって置きました本当でしょ、あの時計を見ない主義なんです私本当に、ママちゃんの、ママちゃんのおつまみ何だって、避けるチーズ、避けるチーズだってね、だからスマホを見た時にあ今もう何時じゃんってなるのが私なんですよ、あの時計を隠してます今、時計仕事してない全然、私仕事させないです時計に、でも目覚ましはかけますちゃんと、ね、あのお猿のジョージの時計アネチュンがくれたのでアラーム
ね、最近朝配信を頑張ってます。スヌーズ機能も使ってますよ、はるちゃん。スマホも、スマホと時計、あの目覚まし時計を二刀流にしてるんですけど、たま、あ、本当に起きれない。人に起こしてもらわないと。ね、どうしよう、明日何時にしよう、ね、朝アラームなくても起きれるのかって。でも暑かったら起きれます。最近夢見てない。ね、夢見てない。なんか昔は、昔っていうか、うん、そう、なんか夢をね操ることできたんですよ。でも失敗することが多いんですけど、なんか階段から落ちる夢とかさ、ビクッてするんですよ、ね、階段から落ちる夢とかさ、なんかバンジージャンプしてるような夢とかさ、もうそういう夢ばっかり見ちゃうんですよ。とかさ、カーでビクッて、そうそうそう、ね、明日は夜できなそうかも、うん。あ、スイスイがね夢操れるんですよ。でも私は眠りのあの深さを選べるんですよ。眠りを浅くするとか、そういうのできるようになった。だから眠り深くしようと思ったら、あの12時間以上は寝れちゃいます。ね、夢占いですか。どうしよう、夢占い怖いね。みんなはどんな夢見るんですか。お金持ちになる夢とか。でも私ね、あのね、あ、私夢に出てきたことあるの、嬉しいのそれ。何してたかけ、何してた。私最近旅行に遅刻する夢見たって。うわー怖い、怖いね。でもさ、私さ、なんかわかんないけど小学校の時の夢を見てね、小学校の頃夢見たんだけど、あ、そういえばあの昨日通り部見てきました。なんかママチュン、ママチュンになんか出てきたことあります、夢に。ね、急に話変えるじゃんって。あ、すまん。殺人に、あ、殺人鬼に追われる夢。え、怖っ。劇場のお見送りではるちゃんに蹴られたって。え、ごめん、なんかごめん、え、ど、え、ごめん、え、夢の中の私怖くない？リリノが夢に出てきたの？ハルちゃん出てきてないの？なんでだ？夢の中のハルカちゃんもアイドルでワイの推しでしたって。そうなの？いいね。いや、出てきたメンバーというか、本当にあのみんな出てきた。
夢あの普通にさ、なんか友達から連絡来た、通り弁見て泣いた。まおちゃん隣でお酒飲んでるよ。なんか友達が新潟行きたい、どうやって行けばいいって。新潟行きたいんだけどどうやって行けばいいって。今なんか新幹線で来いって、ね、高速バス新幹線ってなんか、ね、友達が来てくれるみたい。はるちゃんの夜行場で来いって。そういう夢だよ。マシオさんにはるかちゃんが好きなんですって相談してたって。あ、そうなん。あ、チャリできた。あ、明日朝なら7時、昼なら12時って思っておいていいよ。あ、めっちゃはるちゃんのすっごいはるちゃんのあの配信時間把握してるね。ヒッチハイクですか。え、怖い怖いよ、ヒッチハイク。ねえ、高速バスが一番安いですか。んー、こんばんは。明日どうしよう、本当に配信時間7時、8、あ、違う、8時で間違えた。7時か12時、どっちがいい。いや、朝やるかどうか起きてからじゃない、あのちゃんとね11時までに決めますよ。違う、どうしようって。今もう明日夜まで何もないんですよね。どうしようね。ランチ食べたいね。どこで。いや、バスセンターカレー。え、バスセンターカレーランチ。ね、わかりました、はるちゃん朝やります。そんなこと言われちゃったら、はるちゃん求められちゃったらやっちゃうよね。朝痛いって言うならはるちゃん朝やるよね。じゃあ7時、 OK、 7時から8時で、ね、みんなに求められちゃったらしょうがない。はるちゃん7時からやるよ。でママが起こすんでしょ、どうせ。うん、映画アネちゃんと行きましたね、前編もアネちゃんと行って、ね、じゃあランチどこが美味しいか教えてって、ね、ランチってどこが美味しいんですかみんな、ね、明日かどうかは分からないけどいつか行きます。ランチってどこ、新潟って。はるちゃんね、わかんない。はるちゃん誰推しなんだろう。通り部誰推しだと思う。欅通りでピザ、うん、ピザあるんだ。あ、弁慶美味しいですよね。弁慶美味しい、ガチで。イタリアンも美味しい。朝マックしかって、あ、食べたくなっちゃう。ギブチョコ、あ、ギブチョコ、あれだ、はるがオムライス、オムライス、オムライス。ちょっと今から姉ちゃんに推し誰って聞こう。あ、え、既読早っ。え、推し誰って聞いた瞬間に、あー、ハイタニーランってきた。マママイキー、マママイキー、マママイキー。マテリアルカフェもね、私あの行った、美味しいですよね。ギブチョコのオムライス自分も好きだって。ねえ、美味しいよね、本当にふわふわで、うん、なんか本当にね、こうやってピューってやって、パカッポーンってそう行くね。いつか行こう。え、ま
まおちゃんね、ちょっとね、興奮してるから。まおちゃん興奮してるから声が大きいんですよ。何それ？カメダの柿の種じゃん。カメダ正解。そういうこと？カメダってそういうカメダ。ママもどこ含ませたって言っといて。なるほど。え、マイキー好きなんだ。マリオの映画行けてないんだよね。三谷かっこいい。チュンはいつ来ても可愛いのだって。いや絶対嘘。それはチュンはね、メイクしてる時がいっちゃん可愛いんですよ。新潟の次の駅だって。亀田、あ、亀田駅っていうのがあるんだ。じゃあ新幹線のさ、次の次ってさ、長岡じゃない？燕三条。違う、もうやめてくれ。もう分かんなくなる。もうやだ、もう無理だ。もう分かんなくなっちゃうね。はるちゃんはちょっともう頭ぼーっとしちゃうよ。もうね、新幹線だと新潟、燕三条、長岡なんだよ。だからハルスケのところ、そう、長岡ね。はいちゃん、柿の種は食べたことあるよ。柿の種ね、大好きだったんですよ、ね、柿の種大好きってね、あの高校でね公表したことがあるんですよ。私は柿の種大好きなんだって高校で言ったことあったんですけど、そしたらいろんなね、あのクラスメイトの子とか他クラスの子とかいろんな方にね、あの柿の種をもらって、なんか知らない方にも柿の種をもらったことあるんですよ。はるちゃん、でもね、わかんないけど新潟の柿の種美味しかったよ。美味しいの？美味しかった。あ、新潟と違うの？全然違う。美味しかった。ね。新潟、どこ、新潟の柿の種？ビアバンダイで買ってきた。あ、そうなの。美味しかった。へえ。え、春には？うわ、パパと食べちゃった。え、パパと食べたの？え、春には？え、ね、ピアバンダイで柿の種買ってパパと二人で食べたらしい。ね、私にはなんかないみたい。あれ、トーマンサンズって書いてある。サンズハルチオが好きらしい、姉ちゃん。ね、メールありがとう、教えてくれて。今日も忘れちゃうところでした。ね、柿の種のピーナッツ苦手なの？ピーナッツ？なんで？ピーナッツが美味しいのに。ピーナッツだけ捨ててたのか。なんでよ。ピーナッツさ、好きすぎてさ、姉ちゃんがさ、
あのピーナッツくれてた、よく柿の種食べるとき、ね、今日、ま、千葉県に飽きちゃった。ああそうだよ、飽きちゃったね。千葉県ね、ピーナッツね結構ね食べるから飽きちゃってたんだよって、ママチュンが。確かにね、ピーナッツね、落花生よくね食べてたね。うん、よし、ね、ね、あ、千葉のピーナッツ美味しいですよ。マジ美味しい。ピーナッツ誇りです。千葉県のばあちゃんちったらベランダに落花生ポーやって、うん、買って食べてポイって飽きちゃった。あ、なんだっけ、東京流通センターの東京卍会じゃない、違う違う、さっき話してたけどさ、違う、あ、バカウケ美味しいよね。バカウケせんべい好きです。メールポチポチ中です。あ、ママちゃんこれ酔っ払ってないんですよ。これが通常運転です、これ、ね、ピーナッツ、あ、ピーナッツ嫌いなの。あ、今日梨の日なの。なんで、あ、7月4日、みんな一番梨が美味しいんだよ。ね、ハッピーターン、パパが好きで、ね、ま、パパも好きだよ。え、めっちゃあれ、あ、待って待って、おやすみ、今日のハートこのようにしよう。サラダホープもめっちゃ好き。ね、今日さ、あ、今日あれだわ、写真を撮ろうとしてたんだ。え、待って、ねえねえ、びっくりなんだけど、今日のハートはこれと予想ってさ言われたじゃん、見てる？コメント、これなんだけど。これって何？え、ハート合ってんの、やばい、予想が
当てられちゃった。え、ハート変えとくわ、じゃあ。びっくりした。予想通りそれですね。ちょっとさ、ね、久しぶりに写真撮る？撮ってあげようか。うん、久しぶりにちょっと写真撮ろう、ちょっと二人で。よし。押せないよ。え、違う、そっち、そっちで撮って、ちょっと。え、何ポーズがいい？今日何ポーズがいい？え、今日斜め？斜め写真なんている？そんな。え、どういうポーズがいい？今日は何ポーズがいい？あ、ママチュンツーショット、ママチュンとのツーショットがいいだって。無理って。ね、ちょっとさ、配信をちょっと見せない。ここはなんかさ、そこ、こう、ここ見えてない？オッケー。誰だよ、ここ見えちゃう。分かった。よいしょ。いくよ。はい。マッチ。はい、ポーズ。はい、ポーズ。え、なに、何回言うのこれね、待って。え、押してるこれ。え、なに押してるよ。あ、押してた。ちゃんと押してるの。でもさ、ここ見えちゃってるよ、ここ。ダメだね。え、ダメだね。え、じゃあさ、こうやってさ、持ってさ、こうやってちょっと下に持って、で、画面を押してけれ。どうやって押せる？あの、画面を押したらもうポーズ。あ、分かった。タイマーにすればいいんだよ。そうだよ、そうだよ。あ、もうちょっと上で、もうちょっと、はい、ここで、こうで、こうだ。いくよ。ねえ、ずらすな。ねえ、ずらすな、今の。違う、ずらした。ちょっとさ、もうちょっと上で、ここ。ここだよ。なんか、え、これいい、これ普通。え、普通って言うな。普通って。あ、でもいいよ、これ。ちょっと、あのさ、配信終わったらまた写真撮ろう、ちょっと。分かった。ね、ダメだ。ね、ただいまです。ちょっともう配信中はちょっと難しい、写真撮るの。ね、ちょっとね、あの面白かった。何、焼酎のロック飲んでんのこれ。うん。あ、違う、だって違かったみたい。あ、56分、やばい、はるちゃんやばいわ。はるちゃん、ちょっと今から送るけど、ちょっと待って。あと4分もある。そうだよ、そう、ちょっともう、全然あの、うまくいってない写真も、あの、うまくいってない、ハート変える暇もない。湿ったから、暑いね。もういい写真は
全然取れてない。でもちょっと楽しそうな笑顔だったから、え、ハート割っちゃう？誰が？ママ何が？いや、いい笑顔いや、ママなわけないじゃん。違う違う違う、そうじゃない、違う違う、ん、違うでしょ。違う、ママの笑顔撮ってないじゃん。え、そうだね。で、ハートちょっと変えるわ。これにしよう、これこれにしよう。よし、やっと変える時間もあった。送った、もう送っちゃったから、もうこれはもう予想していいわ。みんなね、まおちゃんの笑顔、まおちゃんの笑顔ね。あ、まおちゃんとプリクラ、あの撮りますね。あ、見せんなよ、見せんな。いや、危ない危ない。今あるよって言ってさ、見せてきたんだけどさ、違う、びっくりした。ママちゃん公開しそうになってた今。公開証券になっちゃう。じゃあちょっとランキング読んで今日は終わりますね。で、ちょっと生放送なのでカットできなくなっちゃう。分かった、よしよし、じゃあちょっとランキングを読みます。公開して後悔す確かに。じゃあちょっとランキング読むな、みんな。いきます。13位からいきます。13位ドラミちゃんのまっちゅん、ありがとうございます。12位マシュマロちゃん、ありがとうございます。11位山ちゃんのまっちゅん、ありがとうございます。10位ケンジちゃん、ありがとうございます。9位ヒロンのまっちゅん、ありがとうございます。8位チャコちゃん、ありがとうございます。7位みなみかわごちゅん沼ちゅん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 、ありがとうございます。6位ちーぼーちゅん、ありがとうございます。5位りゅうちゃんとちゅん、ありがとうございます。4位さりょうちゅん、ありがとうございます。3位さかいのましいちちゅん、ありがとうございます。2位ビールバルちゅん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルトムちゅんです。ありがとうございます。皆さん本当に来てくださってありがとうございます。また明日も、朝配信をするのでね。で、夜は特別配信があるので、そちらもご覧くださいぜひ。で、おしゃべり会もまだまだ受付中なのでぜひお待ちしております。早起き頑張ろうなって、ありがとう。今日も一日お疲れ様です。また来てね。ありがとう、おやすみなさい。おやすみって、ありがとう。おやすみなみかわ、ね、ママちゃんもありがとう。だって頑張っておきますね。ありがとう、またね、おやすみ、バイバーイ。